はい、それでは、またハードラインやっていこうと思います。よし、ルールは、いつも通りコンクエストでやっていこうと思います。ハードラインはもう基本コンクエストで遊んでいくと思いますので、よろしくお願いします。たまに、ブラッドマネーとかが面白いというふうに聞いたのでやってみようかな。またね、いつかあげるかもしれないですけど、基本コンクエストでやっていこうと思います。本当はチームデスマッチとかもやりたいんですけど、チームデスマッチが64人対戦なので結構カオスなんですよね、本当に。すぐ目の前で敵が湧いたり、自分のすぐ後ろで敵が湧いたりしてね、復活した瞬間にすぐ殺されたりとかで、なかなかカオスで、まあ、あれあれで面白かったんですけど、なかなかちょっと動画としては難しいかなという感じだったので、基本ルールはコンクエストで遊んでいこうかなと考えております。なので、よろしくお願いします。さあ、どうするのかな。とりあえずシーカ、このマップ300チケットなのですぐ終わるんですよね。なんかアップデートで600チケットに変わるという風な話も聞いたんですけど、ちょっと少ない感じしますよね。これ降りるタイミング難しいな。ちょっとまだ乗っておいた方がいいな、車に。ちょうど D に行ってくれたらありがたい。OK。ナイスタイミングでした。降りるか。左来てるな。ありがとう、ありがとう。右、いるな。そこいるはずなんだけど。まだ生きてるな。生きてるけど、後ろも来てる？どうかな。とりあえず旗取った方がいいか。そっちから来るでしょ。左から来てるけど、そっちは大丈夫か。任せておいて。おお、敵が入ってきた。そこまずそうですね。OK。ここ、すごいことになりそう。もう少しこの位置で行った方がいいかな。いやー、窓割れないな。よいしょ。このドアは閉めた方が良かったかな。アシストナイスナイス。うわ、向こうからも狙われてる。ここなかなか厳しそうですね、守り抜くの。上に乗ってる人は倒したいけど、倒した倒した倒した。ここ激しいな。動画としてはいいか、これ。ああ、激しい方が面白いかなと思ったんですけど、なかなかキル難しいな、ここ。敵陣地側なので守りが難しいですね。ここで湧きたい。ここは面白い。ここに行きたい。すごいな。この人は？これスナイピング？ちょ、レーザーマインとか置いて、しっかり。ここの拠点。じゃあ、これ置いといてあげるよ、これ。はい。これ置いといてあげるよ。この人は多分ここから動く気ないな。ああ、ダメか。結局あの人がね、狙われてるのに僕は死んだみたいになったな。あの人の一人で D を守り抜くのは多分無理ですよね。これ分隊変えた方がいいかな。これはこう、ここで。よし、これ置くよ。これギリギリ僕は旗に入れてないな。はい、はい、ごめん。ここにパック置けばよかった。ギリギリ旗に入れてない。入れた、旗に。よしよしよし、取った取った取った。これ D から流れてるから、すぐもう右にいて。OK。上から来るか。戦いにくいな。ああ、見えなかった、煙で。スポットもされてなかったから見逃しちゃったな。急げ急げ。この人はまだ生き延びてるけど。ここで湧いても厳しいですよね、多分。C、守りに行った方がいいかな。まずい。一人で赤点こんだけ出したら。見られてないけど、もう入られてるから、ちょっと、冷静だけやって。いないか。C、中入れるかな。どこに敵がいるかでしょうね。スポットを誰かしてくれたら助かるけど。どこだ？どこにいる敵？ん？消えた？どこだ？どこにいたんだろう？怖いなぁ。よいしょ。アシスト、ナイス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 。左からも来てるみたいだけど、そこいっぱいいるな。こっち見られたか。
ここから先は攻めにくいな。ちょっと右、左に言おうか。後ろで赤点出たな。よし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 。今回 AKS っていう武器使ってます。これブレが少なくて、すごく使いやすいので。ドリフト、ドリフトを決めてたぞ。車が。警察車両が。そう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 。引かれる引かれる引かれる。まずい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 。一回逃げて。すごい。颯爽とかけて、颯爽と走り抜けていったな。かっこいいなあ、あいつ。いやー、ダメか。右にいたかな。ここは難しいなあ。固まって、味方とタイミング見計らっていかないと取りそうになるですね。てか B が取られてるのか。そうかそうか。この人まだ生き延びてるんだな。それはすごいけど。分隊長がここで出てきたけど、いや、難しそう。これは素直に E を守って、すぐに B に行った方が良さそう。あ、今いたな。スポットしたよ。ありがとう。ありがとう、ありがとう。おー、危ない。ね、全くぶれないんで、これすごくいい武器ですよね。慣れないうちは安定した武器を使って丁寧にやっていかないとな。向こうに赤点があるけど、あそこにいたな。トマークしか、あ、右にいる。屋上にいるのかな、この赤、上の赤点は。B は取り返してくれたのか、ナイスです。煙で全く見えないけど、とりあえずこのスポットってすごく便利ですよね。この赤点で画面内にも表示されるので、マップだけでなく、その赤点を頼りに撃てるというのは、これ COD にない面白さで。サーマルウィラーズみたいな。ここはもう一掃できたのかな。とりあえずダメージだけ与えておくか。結構銃でもダメージ与えられますね。あ、50、60。あれ、ほっといてもいいかな。向こうは大丈夫かな、ほっておいて。よし。どこから来てるんだろう。乗り物破壊のポイントがもらえたけど、なぜだろう。とりあえず C から敵は来てるとは思うんですけど、怖いな。周りに味方が誰もいないので。撃たれてる撃たれてる。危ない。ちょ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 っと待てよ。あー、これこれでもこれ。じゃあもう置き土産で火炎瓶置いときましょう。引っかかってくれてもいいのよ。お、勝った23。すごい僅差。さっきからちょっとずっと負けていたんですけど、うん、よかったよかった。このステージでの高得点はどのくらいになるんだろう。あ、でも僕が一応、あ、敵のトップスコアで5000がいるので、ここは5000から多分1万行く人いるのかな。いや、でも行く人は行きそうですよね。BF って、たまに、ランボーみたいな、すごい人いますよね。すごい成績出してる人が。たまにでいいから、そういう成績出せるようになりたいな。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。またよかったら見に来てやってください。それでは。